はーい。おはようございまーす。鈴木美穂でーす。メ立チア8。えー、今日はですね、日本は3連休ということで、3連休の月曜日なので、もしかしたら皆さんまだ寝ていたりとかするかもしれませんけれども、えー、ぜひですね、ライブにご参加の皆さんはコメントたくさん送ってください。はい。今日はね、あの、ハワイのね、写真とかもお見せしながら放送していきたいと思います。 で、ちょっとオープニングに入る前にですね、一つ皆さんに質問を投げたいと思います。えー、今ね、ハワイの方が午後の1時なんですけれどもね、えー、お昼に私、人気のラーメン店でラーメンを食べてきました。ミニラーメンとチャーハンです。お写真見せますね。はい、これで、ね、牛テールの、えー、ラーメンと、えー、これミニラサイズの方です。と、えー、チャーハンです。これ、おいくらだったでしょうチップ込みでいくらだったかっていうのね、ぜひ、えー、コメントに貼っていただきたいと思います。 まあ、日本だったらね、千円、千数百円とか、それくらいだと思いますが、皆さんいくらだと思いますかということで、えー、コメントをね、ぜひ書いてください。じゃあ、その間にオープニングに参ります。じゃん。 はい、おはようございます。ええー、いくらだったでしょうかと、2500円、25ドル、ラーメン価格、えー、25ドルあお、アロハ、はじめさん。はい、4500円、3000円、3000円くらいでしょうか ?3000 円、3000くらいが多いですね。3000円、5000円 ?1800 円とか、25ドル、30、30ドル、おー、いいですね。はい、5000円くらいでしょうか ?4000 円、2500円。ねあ、チップ入れて45ドル、おいいですね。 なかなかいいところ皆さんついてます。さすがでございます。はーい。えー、こちらがですね、今日のお昼に人気のラーメン店を食べてきました。ラーメン店に行ってきました。で、飲み物とかはね、頼んでいなくて、えー、シンプルにですね、このミニ、えー、ラーメンと、あとチャーハンというセットでしたね。で、これがおいくらだと言うとですね、値段が、じゃん !35 ドルでした。 で、35ドルって聞くと、なんとなく4000円くらいっていうふうに換算頭の中でしません私、それくらいなんです。んか三35ドルって言うと、4000円ちょっとくらいかなって換算するけれどもですね、皆さん、今のレート、えー、これ先ほど出したレートなんですけれども、これでね、35ドル、アメリカドルで換算をするとですね、今、1ドル、なんと138円ということで、えー、このラーメンセットが4845円 はい、五千円あたりでございます。ひエーイ <laughs> 約5000円。そうね。35ドルだとなんか4000くらいってパッと換算しちゃいますよね。4845円ということでね。結構ね、あの5000円くらい近く、あの書かれていた方もいます。あと35ドルっていうふうに書かれていた方もいましたね。そう、35ドルって聞くとなんか4000円弱くらいって思いそうですけれども、このね、今のレートだと本当に、あの、想像以上に全てが高くつくっていう感じですね。4845円が、えー、正解でございました。あの、もちろんね、あの少し チップ多めに払ったっていうのもあるんですけれども、えー、35ドルですねあの私はちょっとできるだけチップは多く払うようにしているので、えー、金額としては、えー、とアマウントでですね26ドル9 1ドル 26ドル、27ドルくらいですね。で、この下にですね、このサジェッションチップっていうのがあります。あの、20%、15%だとこれくらいですよっていうサジェッションのね、あの、チップの計算がここに書かれてるんですね。で、以前ハワイに行かれたことある方って、ここ15%からだったって記憶ありませんか 一番下のあのチップのサジェスションが、私なんかで、ね、記憶では確か15%、20%みたいな感じだったはずなんですよ。でもですね、このアマウント、このね、サジェスションのチップの最低がですね、18%から表示されるようになってます。スタバとか、あの、ディーデルーカとかね、ああいうところのレジでも、サジェスションのところが18からとか20、20%からになってますね。そう。で、まあ20%チップで払うと、 5ドルくらいなんですけど、私は飲食店とかね、こういうサービスのところで3、40%は払うって決めてるので、えちょっと高めに告げてるので、まあ、あの金額も少し上がっているんですが、40%くらいだったの ?35% くらい多分払ってると思います。8ドルのチップ。だから、日本円で1200円くらいですね。いただいたサービスに対してのチップ料と。 いうことで、えー、3500円がトータルで、私のお昼は、このラーメン5000円でございました、とね。<laughs> もう、あの、明日日本に帰国するから、日本でいくらでも美味しいラーメンあるし、ね、1000円くらいで食べれるから、もう日本で食べたらいいんじゃんって思うけれどもね、もうね、10日間いて、なんかね、すごいラーメンな気分だったんですよ、今日朝起きた時から。で、Google のマップでラーメンって調べて、ここがね、あの、ビュー、あーレビューがですね、1600くらい、百六十か、千六百か、あの、いいねがすごくついていて、 あレビューがついていたので、ここに行ってきましたという形ですね。11時開店でですねか、えー、この字型のカウンターで、 え、全部で十、十五席くらいかなあ、ほぼ、ま、ほぼというか満席でした。で、えー、お昼の時間をちょっと超えるとですね、もういつも長蛇の列が外に出ていると。五千円のラーメンに長蛇の列ができているというわけです。そう、海外でね、ラーメン食べたくない。特に昨日の夜飲んだから、なんか今日朝起きてラーメンが食べたいみたいなね。そう、でもいいのが深夜のラーメンは空いてないんですよ。深夜のラーメン空いてるとね、なんか日本だと超危険じゃないですか。もう記憶ないまま2時3時にラーメン屋入ってたりとかすると、もう起きた時の罪悪感だよな。 けれどもあのこちらはねそういうことはなくなっていますからね。はいあベリーダンスの衣装も円安のせいで3万円くらい。 え、安くなって、高くなっていますとね。そう、そうです、そうです。チップね。そう、チップ15、20、25%のチップでしたよね。そう、最低が、これが、え、18からにサジェスションがなっておりますと。ああいうことでもうすべてが、値上がりしている、すべてが値上がりしているっていうのをもうね、10日間もうフルに感じています。で、前回、先週の、え、メザチアもですね、私、ハワイから放送したんですけれども、え、その時もね、あの、2年半ぶりにホノルル来ていますと。で、え、失業率をね、20%を超えたハワイ、 なのに、えー、アメリカ一物価が高くなっていると。うん、そのね、なんかいろんなギャップを感じるね、えー、10日間を過ごしております。はい、コロナの後にホームレスも増加して、とにかくお金がないと生活ができない。その贅沢品だけ、えー、高くなっているではなく、あの、外で食べるお食事だったりとか、普通にスーパーで買うお弁当みたいなものとか、そういうもの全てが高い。 うんだから本当に、あの、夫婦共働きで、世帯収入で100万円ないと普通の生活ができないっていうふうに言っていました。そう、でもね、失業率が高かったりとかっていうところで、まあ本当に、あの、お金がないと生活ができない島になっているという感じですね。うん、で、えー、こういう形でね、ホームレスも増加しているにもかかわらず、一方で、えー、カリフォルニアとかニューヨークなど、アメリカの本土から、えー、移住とかね、 あの、する方々が増えて、で、コンドミニアムとかの購入者も増加して、不動産はもう右肩上がり。はい。で、ちなみにですね、あの、私たちラグジュアリーツアーをね、2日間しておりまして、その中でね、いろんな不動産を見たんですよ。一軒家だったりとか、海の近くの、あの、海にこうね、ダイレクトアクセスできる高級マンション、高級一軒家だったりとか、 あとは、えー、ハワイで一番高いコンドミニアムだったりとか、あとはね、普通のアパートメントで、えー、こう、購入ができそうなね、えー、金額の不動産とか、えー、数年後に立つマンダリンオリエンタルホテルのですね、その、あの、ホテルコンドーでとかね、もういろんなものを見させていただいたんですよ。で、特別なそのセミナーとかもしてもらって、で、ほんと勉強になったんですけれども、ハワイ全土でですね、えー、全体でこの2年間で一軒家の価値が30%から40%くらい値段が上がった そうです うん、で、えー、まあね、一軒家で、あ、えー、のー、こう、コロナがあって、家の中で過ごす時間増えたじゃないですか。で、日本でも、あのー、ね、都心から、ちょっとこう、郊外の方に、えー、少し広めのお家に引っ越した方って多かったですよね。リモートワークになったから、まあ、あのー、都心の真ん中に住まなくてもいいと。で、葉山だったりとか、ちょっと逗子の方とか、あちらに行かれたりとか、あとはね、県外に出て福岡とかね、えー、そういうところの移住者も増えました。ハワイ、えー、アメリカも同じで、えー、ニューヨークとかね、あのー、 カリフォルニアとかで IT 系でバリバリ働いていた公衆所得の人たちが、たいこうリモートワークになって、だったら、そのすごい家賃が高いカリフォルニアとかニューヨークの真ん中にいるのじゃなく、え気候のいいね、あの、ゆっくりできるハワイとかいいんじゃないかっていうことでお金持ってる人たちがどんどんハワイの方に、えー、こう家を買うようになってきて、で、不動産民肩代わりで一軒家は30から40%価格が上がっていると。はい、いうことでございます。うーん。 じゃあコメント見ますね。あ、中村懐かしいです。そうです、そうです、そうです。あ、そんな,なんか昔からあるお店なんですね。そうですね。はい。大人気でしたよ。そう。はい、えー。深夜のラーメンは危険ですとね。そう。100万円ないと生活ができない。あ、今日のワンピースありがとうございます。これもね、前回あの、紹介をした、KD、違った。KD、ワズ KD、ワズコーディ、ワズ忘れちゃった。<laughs> ハワイの <laughs>。 ハワイのアラモアナの中でね、見つけた LA のね、ブランドで、日本に未入荷のブランドですね。そこで結構いろいろ服を買ったので、あの、この柄物を着ております。はい。そうなんですよ。テキサスにもね、いっぱいいらしていますとね。そう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 。はい。聞いてるだけでワクワクします。はーい。ああ、せ、先日ヒューストンの方は、年収1000万円は低所得者に分類する。うん。あの、そうだと思います。ギリギリ生活だと思う。年収1000万だと。本当に。うん。 低所得者でしょうね、多分ね。はい。そうなんですよ。そう、家族で行ったらお昼も大変。その通りですよ。今、ラーメンで5000円だったら、あの、5人家族で、ね、4人とかで入っていた家族とかいたけど、それで1人5000円ずつ食べて、男性だったらさ、ミニとかじゃなくて、もうちょっと食べたりするじゃない餃子とかつけちゃってさ、ビール1杯飲もうとかなったら1万円ですよ。ね、5人で行ったら5万円とかですよ。本当にそうなんです。そう。で、まあ、今のね、まさに繋がるんですけれども、ええー、とですね、あのー、こう、まあ、 えー、日本人がね、これからね、じゃんじゃん入ってくるようにはもうならないんじゃないかっていうふうに、えー、言われています。まあ、このね、円安状況を見ると、 計算がさ、あの、今までの計算で合わないじゃないですか。35ドルだったら4000円くらいだと思ったら5000円近くみたいな。やっぱりこれ1ドル80円だった時もあるわけですよ。でも80円だったら80円台だったら、まあ、100円だったとしても、100円で35ドルだったら3500円っていうところが4800円なので、ラーメン1杯でもこんだけ高くつくってことは、あの、飛行機の値段だったり、ホテルのね、宿泊費だったり、えー、ちょっとマッサージを受けるだったり、お買い物す、 あの、する、すべてがめちゃくちゃ高いんですよ。だから、えー、以前はね、日本人からすると、ハワイって一番こう、アクセス、行きやすい、えー、島、アメリカだし、あのー、旅行先だし、さらに安全で、こう、ね、日本人もいっぱいいるし、えー、アメリカだけれども、日本語をね、あの、話してくださる方もたくさんいるので、まあ、行きやすいところ、旅行といったら、ハワイみたいな、家族でハワイみたいなのが、えー、定番だったと思いますが、もう、以前のように、日本人がじゃんじゃんハワイに観光に来るようには、戻らないと。 うん、ハイエンド向きのものしか需要がなくなるっていうふうに言われています。で、実際、あの、この円安状況で見て、じゃあ、フライトのチケットって考えたときに、えー、一人でもですね、倍くらいかかります。あの、以前だとビジネスクラスの往復がだいたい30万円台後半とかだったのが、えー、今ですね、78万。 私が、えっと、ビジネスの ANA の往復で75万円くらいでした。で、これ異常に高かったわけじゃなく、いろんな人に聞いて大体それくらいだった。うん。なので、あのー、ね。 例えばビジネス70万で家族4人とかで来るとしたら、もうフライト代だけで7、時28、300万円近くなるわけじゃないですか。で、ホテル一泊、じゃあリツカルトのこの、まあ、あの、普通、普通のって言ったらだけれども、あの、お部屋とかでも、1000ドルくらいだから14万5円くらい一泊ごと。っていうふうになら10日間もいたらさ、っていう話じゃないですか。だから本当にめちゃめちゃお金かかるっていう感じなんですよ。 そう。なので、えー、これからね、そのなんかこう安い HIS のパッケージのなんかツアーとか、なんか団体のこうツアーとかそういうものはほとんど多分、あそもそも来る人が、普通層の人がいなくなるから、そうするとですね、もうハイエンド向きの超高級志向のものしか需要がなくなるっていうふうに言われていますね。はい。そうなんですよ。計算が合わない。はい。ああ、去年行った時28万円でした。うん。 そうですよね。アメリカの在住の方で円立てだと、本当にそうだと思います。収入激減ですとそう。半分くらいな感じですよね。そう、精一杯。オーストラリアの、えー、えー、住在住者もめっちゃ減っていますとね。ハイエンド層と。そうなんですよ。 っていうことで、えー、まあ、いろいろと見ているんですけれどもね、あの、まあ、とにかく私たちは今回ね、あの、ラグジュアリーツアーというものをさせていただいて、で、まさにね、あの、コミュニティメンバーで、本当にラグジュアリーの2日間を過ごさせていただきました。まあ、このラグジュアリーっていうのは、ただねか、お金をすごい使うツアーっていうわけではなく、あの、普通のところでは、まあ、セッティングできないような場所だったりとか、えー、そういうものでね、全部こう、コーディネートしていただいて、で、あの、本当に特別な時間をね、過ごしました。はい。あーオープ オーストラリアのマックフィーさんとか、えー、日本から来ていただいたミズキさんとかがね、お話をしてくださっておりましたけれども、もう本当これ素敵だったんですよ。で、ちなみにね、まだカメラマンさんが撮ってくれた写真が届いていないので、えー、このあたりのね、ツアーの内容については皆さんに、ツアーからのあの学びについては皆さんに、来週くらいにシェアしたいと思います。でもね、もう見てこの写真の笑顔を見るだけで、絶対楽しいみたいな。<laughs> はい。で、これもですね、私の CMM というコミュニティと、あとは 今やっている、えー、講座の中でだけ募集をさせていただきました。やっぱりね、あのー、本当にこう 10, 人10人限定でさせていただいてちょうど11人かな、10人。 娘さん入れて11人だったんですけれども、なのでぴったりちょうどよくて、まあ長いこうテーブルとかに座って、私と主催者のもう一人のゆきこさんっていうマダムと、えー、それぞれがこう分かれて12人でこう一テーブルをすると、まあみんなとこう話すことができる全員顔ももに、すごい見顔虫になるし、こう10人くらいだとね、えー、腰の予約とかも10、まあ主催者合わせ12人か。 え、したり、あの、クルージングのね、貸し切りだったりとか、そういうのもいろいろできたので、あれは20人だったら、ね、もうレストランとかの予約もできないし、団体向けの安いものになっちゃうけど、12人だからこそ、えー、できたっていうね、すごいね、贅沢な時間でした。はい。で、えー、例えばね、ちょっとすごい評判だったのがね、これなんですけれども、初日の1日目の夜ですね、えー、リッツカルトンのプライベートルームの方を貸し切りをして、えー、そこにですね、プライベートシェフを呼びました。で、これがね、あの、感想の中にも、 あの特別な体験だったって言ってくださった方がいるんですね。で、えー、これどうして実現できたかっていうと、まあ、一緒に今回主催させていただいたマダムユキコさんがですね、あの、リツカルトのあの、アンバサダーをされていらっしゃって、だからすごくね、えー、結構融通が効いたんですよ。レストランの個室ではなく、あの、ホテルあ、このホテルコンドの中の ツーベッドルームのお部屋の、その、えー、リビングスペースから、こう、家具を全部再配置して、で、お花を飾って、そこに、あの、ハワイのね、ウクレレソーシャルですご素敵な方を呼んでくれて、で、プライベートシェフと、その、あの、運ぶ人たちを、えー、手配してくださって、もうね、これは私も初めての体験でした。ちょっとお見せしますね、映像このいう形でですね、スペースの中のキッチンにシェフたちが来て、 でえー、これジェレミーさんっていうねウクレレ奏者、かっこいい笑顔なんですよ。でこうやってあのテーブルをですねこのために設置してくれてこのお花もですねゆきコさんがすごいこだわりがある方なのでお花もホテル側に任すとちょっと日本人の方のセンスからするとなんかがっかりするお花になっ るる可能性があるからと言ってですねこのお花もあの空港近くのね、えー、その専門店のお花屋さんに直接行って、で、こういうお花でちょっと低めで、高いとこう顔が見えなかったりするから、低めで横にこう長くてテーブルが華やかになるようなのっていうのも全部これをお手配してくれて、で、もう私たちだけの空間なんですよ。客他のお客さんもいないし、時間の制限とかでもあれされたりもしないし、自分たちだけのためにこうやってシェフたちが来てくれて、この場で超綺麗に盛り上げ、盛り付けてくれて、で、えー、生演奏がありな ながらですね。でえー、あのね。あのルミ子さんがねフラをされているので、普段のダンスとかがありながら、これどうですか？めっちゃ素敵じゃないですか。そう。で、ね、もう自分たちだけのための空間だったから、これはなんか。でもレストランの年とかとはまた全然違ったね。すごい特別な体験だったんですよ。 ああ、ハワイのにいる気分になります。素敵と、こんなにたくさんの人によってね、作られてるんですが、そうですね。私たちの参加者の数と、あの、働いて動いてくれてる人の数がね、お部屋の中で同じくらいだったので、本当にラグジュアリーでした。自分たちのためだけ素敵です、と。うん、こういうことをしたりとかですね。えー そう。で、えっと、お部屋をね、高級なホテルをね、高,高級コンドとか見たい。これ、ちなみに一軒家の、えー、お部屋のおうのですね、あの、テラスなんですよ。これに入った瞬間のね、もう私たちのテンションの上がり方、た,たら、たら。<laughs> そう、これはね、ハワイロアリレジというあのゲイティットエリアがあるんですね。で、ゲイトって言って、ゲイティットエリアって、そこに住んでいる人だけが入れるところ、入れるんですけれども、あの、あ、これ被ちゃうんだ。 そう、それで、あの、なんだそう、車に入るたびに、そこのところで、こう、パスポートあ、パスポートじゃない、運転免許とかを預けないといけないので、なんか、あの、 外から変な人が入れないものすごい安全なエリアなんですね。例えば、この,あのゲイティットエリアの、えー、ハワイロアリレッジの中で、じゃあ修理とかが必要で、で、修理の人とかを呼んだとするじゃないですか。で、そういう業者さんとかも毎回自分の、あの、運転免許を預けないといけないから、だから身元がわからない人が誰でもそのゲートのエリアですね、に入れるわけじゃないんですよ。で、あの、全員がね、そうやって見張られてるって言ったらだけれども、そういう感じなんです。ものすごい安全が担保されていて、で、この大豪邸がね、もう すごくって、すごかったんです。本当にドアを開けた瞬間に、ブワーッと広がるこのテラスからの先の海。え、これ毎朝起きるたびにこの景色があったら、なんかどれだけ最高だろうみたいな感じで、本当ね、みんなね、テンションが上がったんですよね。ちょっとこれを、えー、映像があるかな短い映像だけれども見せたいと思います。うんと、これでこうか。 はい。これはお家の中ね。リビングです、これ。で、こうドアを開けた先のテラスが、テラスからの海、これみたいな。<laughs> すごーいみたいな感じでね。そうなんですよ。で、ここでですね、あの、<laughs> どうですかこの感じ。わー、ね、大豪邸、住みたい、本当に。セキュリティも素晴らしいで。あ、お値段がね、えー、日本円で5億円くらいですね。 うん、5億円くらいです。写真見るだけで、えー、テンションが上がりますとね、すごいドキドキが止まりませんと。で、ここでね、あのー、ちょっと素敵な映像を見せましょう、えー。私たちのね、このメザチアを運営してくださっているね、えー、水木明子さんですね。明子さんがね、この家から出てきた瞬間を私抑えましたので、これ見て。<laughs> マダム <laughs>、マ,<ダム笑>マダムが出てきた。あ本人は取られてること知らなくて。でも、すごくないこの映像。<laughs>

<laughs> あきこさん、かなっちゃね。だからね、このなんかリアリティのある感じって大事で、あの、今日のオープニングトークでもありましたけれども、体感するってすっごい大事なんですよ。なので、例えばこんな家に住みたいな、こんな、あの、将来ね、こんなとこも欲しいなって、あの、写真を集めたりとかさ、よくドリームボードを作るとかあるじゃないですか。でもちろんそれもいいんだけど、やっぱね、体験して、実感して、そこに、あのー、行ってみる。 そしてそこにああやってそういう映像とかも含めて、本当にそこのなんかあの生活をさ、リアリティ持って感じてみるとですね、現実化のスピードは超速くなるんですよ。 私も実際にこっちに来る前にアメリカ、の、ハワイの不動産のこととかを調べたり、まあね、あの、ウェブサイト見たりとかはしたけれども、実際に来てみて、そのエリアを、あの、歩いてみたりとか、そのね、マンションの入り口のところからロビーを通って、エレベーターに乗って、エレベーターに乗り合わせてくる人たち、まあそのまま、今度に住んでいる人たちの層を見たりとか、あの、共有スペースを見たりとか、実際お部屋を見たりとか、日当たり見たりとか、風邪見たり、もうそういうことをしてるとすごいリアリティを持って、で、そこで数字の計算とかをしていくと、これくらい これくらいの金額になってこういう風にしてこうやって住めるなだったりとか、もう現実になっていくんですよね。だからイメージ妄想するだけじゃなく、とにかくこのね体感を作っていくって超大事なんですよ。うん。 そう、体感をして実回す、実際すると、もうこの映像だけで鳥肌ですと。そう、本当に、ね、リアルの場所もね、すごかったですよ、これ。ね、感動を味わいましょうということですね。また、あ、も、あきこさん、そう、素敵です。うーん、こうやって、お部屋を見たりとかですね。あとは、あの、ロイ、レストランのね、ロイっていう、あの、有名な、日本でも有名なロイズっていうレストランありますよね。そちらが、中身がね、あの、ホテルと、あ、うん レストランが完全に内装が、えー、またリノベートされたので、そこのところで、えー、外にね、あの海辺のところでランチを食べてきたりとか、えー、最終日はですね、サムスイングホワイトっていう風にして、あの、白をね、えー、テーマにして、こういうお洋服をみんなで合わせてきてですね、はい、そして、えー、これはあのハワイの中にある あ、あ、あ、ハリクラニだ、ハリクラニというね、あのー、みんなが絶対泊まりたいと思う夢のようなホテルがあって、そのホテルの中のね、えー、レストランのプライベートルームのところもこれも貸し切りをしてね、もう貴族のような、あの、気分を味わわせていただきました。で、私たちもこれね、ロングドレスを着たりとかして、あのすっごいね、おしゃれしてたの、集まるのも楽しかったんですよ。で、改めてね、なんかね、女、女性ってやっぱ面白い、楽しいなって思ったのが、こうやってサムシングハワイアンとか、サムシングホワイトとか、ちょっとドレステーマを決めて集まって、 で、準備をして、メイクをして、そこに行くってだけでも、めちゃめちゃそれだけで気分が上がるんですよ。で、多分、あれ、男性だけ12人だったら、男性だけ12人で、あのー、さ、素敵なレストランの個室を貸し切って、で、みんなでサムシングホワイトでおしゃれしていこうっていうので、わかんないよ。あの、私は男性わかんないけど、多分ね、男性だけでそのモチベーションにあんまならないと思うんですよ。女性もいないのになんで男だけでこんな一人ずつね、高い金額のとこ行って、デートならともかく、あの、みんなでおしゃれしていく,行くっていうので、そんなに気分上がらないんじゃないかなと けどねやっぱね女はねこういうところが本当に生きてて楽しいなって思いますねこういうテーマで服着て集まってなんかドレス着てあのセットしていくだけでもうなんか全然気分が違うみたいなそうでさお茶飲みながらずっと喋ってるだけでも女って楽しいじゃないですかなんか改めて、ね、女の人生は楽しいねっていうふうに言いながら。 過ごしたんですけれども、はーいあ、ね、せっかくね、あの、まあ、ど、どっちのいいものもあると思うし、私は男性の人生の楽しさは、まあ、今は味わっていないので分かんないんですが、女は女でね、やっぱりね、あの、不便はあるけれども、でも、あの、やっぱ楽しいなって思いましたが、皆さんどう思いますかここにいるのは女ばっかりなので聞きたいですね。想像するだけで上がりますとね、そう、テーマを決めてなりきるというね、そうそうそう、準備の時間も分かってそうなんですよ。 女性の喜びですね。あ、白いデラス。ありがとうございます。ひとみさんのね、あの、オールディオールのね、超高級スタイルもかっこよかったですよ。やっぱりね、あの、いいものはね、オーラがありますからね。はい。ということで、こんなことをしたりとかしていったんですよね。で、まあ、じゃあ、こんなふうにね、すごい景気がよく見えるけれども、最後にちょっとリアリティのあることを、えー、お話ししたいと思います。実はですね、近年ね、あの、日本人の女性の一人アメリカ入国で、えー、空港で止められることがすごく多いんですよ。 うんで、実は今回のメンバーのあの来た方の中でもですね、あの別室に連れて行かれて、で、1時間くらい何のためにここにアメリカに入ってるんだっていうこととかをずっとこう聞かれた方がいました。 うんで、えー、先ほどのね、水木さんもね、なんか結婚してるのかって聞かれて、で、あの、アメリ,アメリカに入国する時の空港でですよ。そう、それで結婚してるって言ってるもんね、なんか結婚指輪がないじゃないかとか言われて、で、あの、本当に結婚してるのかっていうのを聞かれたりとかしたって、で、言ってたんですけど、これ何かっていうとですね、実は、あの、日本人のその女性でですね、えー、アメリカに来て、で、あの、違法で、 夜のお店だったりとかそういうところでアンダーテーブルでお金をもらってあの働く人っていうのが実はすごく増えているんですよ。 そう。で、えー、アメリカのその空港の方でも、あのー、日本人の女性で、えー、なんか何が、何が目的か分かんないように見え、まあ、そういう女性とかを、あの、別室に連れてかれる件がすごい多いんですね。私、去年からもそれ聞いていて、LA に行く時とか、あの、BTS のコンサートとか私一人参加だったから、そういうので入国をする時とかに、あの、気をつけ、気をつけてねっていうよりも、なんかそういうことがあるよっていうのは、噂には聞いていたんですよ。そう。で、これは、あのー、ね、まあ、本当に出稼ぎみたいな、 えーまあ、日本にいて、日本の女性、まあ日本、女性だけに限らず、とにかく30年賃金が上がっていないし、日本の中でこう再就職ができない方だったりとか、まあ、コロナの後で非正規雇用のままあの収入が少なくなってしまってお金がないだったりとか、えーね、そのちょっと夜のお仕事をされていた方がコロナとかで今までの仕事ができなくなったっていうケース多かったじゃないですか。で、実際に多いのがそういう方たちにあの声をかけてで、アメリカでこういう仕事があるよと。うんで全部そう,いう あの働くところも用意するしあの、止められる、そういう女の子たちが集まって、止められるあの宿泊できる場所とかも用意してあってであの、2、3週間とか1ヶ月とかこうやって働いたら、これくらいの金額をあのダイレクトに払ってで、チップとかももらえるよみたいな、そういうあの感じでですね、えーあのあの、アメリカの方とか、そういうところでいい声がかかっていくっていうことがね、実際にあるんですよ。 そう。で、もちろんね、そういうのって本当に何が、何の保証もされてないし、そこでさ、変な個室とかで何の保証もないところでね、あの、怖い目に遭う可能性だってめちゃくちゃ高いし、だからといって、あの、誰かに訴えることもできないから、そういう話に乗っちゃったって時点でね。そう。でも実際にそういう人がすごく多くって、だから日本人の女性で、えー、出国をするときに、まあ、以前だったらもうさ、日本のパスポートで、あの、旅行、 ぽい感じだったらツアーって言ったらあのあの、完全にこうね、もうスルーで入れるくらいだったのが、すごい止められるケースがあったと。で、今回も12の参加者のうちの、あの、ね、独身の女性の方が別室に連れて行かれて、で、あの、1時間くらい話を聞かされたっていう風に言ってたんですね。で、まあ、彼女はそのなんかヨガのインストラクターとかの仕事をしていたから、ヨガのインストラクターとかで来て違法に働く人っていうのも実際にいるから、なんかその職業を聞いた時に、あの、言われた、 えー、怪しく思われたっていう可能性もすごくあるんですけど、でも実際に、あのー、来て、こっちで出稼ぎみたいな形で、違法に働く人が増えているから、こういう形で別室に連れていかれて、すっごい質問攻めにあったりするっていうことが事実あります。 うん、だからね、本当に日本からこうやって、あの、外貨を稼ぎに出稼ぎに来る。まあ昔で言うと、そのフィリピンの女性とかが日本に来て、なんかフィリピンパブとか、そういうところであの働いたりとかっていう風にして、日本からあの自国に送金をするっていうことが、えー、あったように、えー、これから日本からも、こう、外に働きに出ていくような時代が実際に来るだろうな。 というか来ているなっていうのを、えー、体感、実感をしております。ちょっとなんか悲しくなるニュースだけれどもね、これほんと事実なんですよ。うん。そうなんですよ。そう、左、そう、薬指にね、指輪していくといいですよ。まあビジネスクラスとか以上だとあんまり聞かれることはないそうなんですけれども、あの、まあパスポートのあまりにこう不自然に息き来してたりとかうん、そういうのとかもあったりすると実際に変わりますね。はい。知りませんでした。そう、でもこれがね、現実なんですよ。そうなんですよ。 うーんということで、まあね、実際にこう、あの、アメリカに来てみて、今日の今日でね、私はミニラーメンを食べながら、それが5000円も、あの、したっていうことで驚きながら、驚いたっていうこととか、アメリカ一年、ね、物価が高くなっているハワイで、でも、あの、一方でお金がなくって生活ができない人たちもすごく増えていると。で、アメリカとかね、あの、本当に、あのえー、 まあ、稼げる人が一部がこう富を独占する、えー、え、し、経済システムになっているので、そうするとカリフォルニアとかニューヨークの、まあ、高級鳥の人たちがガンガンこうハワイにも来て、コンドミニアムとか買っていくから、今度の値段もずっと右肩上がり、うんさらに、あの、一軒家はですね、あのコロナ後、自宅で仕事をする人とか、家にお金をかける人が増えたので、えー、一軒家の価格が30%から40%上がっていると。う,ん中で、えー、こうやっってて、ね、ガンガン物価が上が上ててーメン一杯食べるのに。 あとさ、次の iPhone、次の iPhone もあの新しく出るじゃないですか、今年あれもなんかもう金額で言うと20、20、えー、アメリカのドルで日本円換算をすると、ためんね、25、6万円くらいになると思うんですよね。つまり、スマホ1台買い替えるのに、普通の、えー、日本の会社のお給料の手取りで25万円って、額面で35万くらいでしょ、だから年収4、500万くらいだと、もう自分の、えー、 よ、四五百万じゃないか。年収四百万円くらいの会社員の人だと、月の一ヶ月の手取りのお給料で、あの、一ヶ月丸々の分の給料払わないと、スマホ一台買えなくなっているっていうのが、えー、実際のこの現実のところです。なので、まあね、日本の中にいるだけだと、あの、こういう物価の異常な なんだろう上がり方とか円安のやばさうん。で、まあ、日本にいる限りではね、あの、輸入に頼っている国なので、スマホ1台だとね、全部がこう輸入品の中で暮らしているわけじゃないですか。ってなっていくと、輸入費はどんどん上がっていって、でも賃金は上がらないっていうことで、えー、これから、あの、さらに、ね、いろんなものが、 買いにくくなったりとか、うん、あとは、まあ、ああのー、鎖国状態じゃないけれども、これだけ円安だと飛行機代だけ考えても高いから、じゃあわざわざ国外に出て、あの、高いお金払うよりも国内にいようっていうような気持ちになって、さらに鎖国状態になって、情報からも、あの、どんどんシャットダウンされて、まあ、日本だとさ、今帰ると多分超暑いだろうけれども、それでもずーっと外でもマスクつけてるでしょうん、っていうふうになっていって、まあ、あね、あの、どんどん世界から、こう、なんか情報としても取り残されちゃうことがあるので、まあ、目指っちゃ を見てていいる皆さんっていうのはこういうううに朝から、ね、あの3連休の朝かかららねあののこういう情報を見てくださっているような方々なので、本当にいろんなアンテナが張っている方たちです、うん。でもこういうね、今日聞いた情報だったりとかえ、実際現実的にこうなんだっていう話をですね、自分の中にとどめるだけじゃなく、家族と話したりとか、それを自分の子供の教育に生かしたりとか、旦那さんとのあのちょっとトークトピックにしてみるだったりとか、そういうふうにぜひここで得たちょっとアイディアをさらに自分で検索してみるとかね、うん、いうふうに生かしていただける と嬉しいですそうしていただけるとね、なんか私もこう情報発信しているあの意味がありますしえ、見ていただいている皆さんにあの、そういう会話のきっかけとか考えるきっかけになっていただけたら、えー、とってもあうれしく思います。はい、ということで、今日のね、月曜日のビジネスマンデーは、ハワイからお届けしました。私はもうあさって帰りますし、PCR もバッチリだったので、えー、次はですね、日本からの放送になります。 はい。そしてね、メザチアは、えー、毎日毎日素晴らしいメンバーの皆さんと7月もお届けしております。はい。えー、もう半ばも過ぎてきましたのでね、あの、毎朝8時からのライブ、えー、引き続きお楽しみいただければと思います。ということで、えー、今日の放送は以上となります。日本は、えー、3連休ということで、今日の月曜日はいつもとね、あの、仕事とは違ったムードで過ごす方も多いと思いますけれども、えー、元気に1週間をお過ごしください。今日もありがとうございました。いってらっしゃい。